公共曲第7番補担調は、グスタフ・マーラーが1905年に完成した7番目の公共曲で、前後楽章からなる。第2楽章と第4楽章に、夜曲と名付けられている。第7公共曲は、マーラーの、ウィーン時代に完成されている。第2楽章と第4楽章は1904年、公共曲第6番の完成に引き続いて、作曲されており、これらの音楽には、 相互の関連が認められる。とは言うものの、第6番で打ち出された古典的形式への回帰とは異なり、第7番では第5番と同様のスケルト学章を中心とする対照的な語学章構成をとっている。また、第1学章が露単調で開始されるが、主部は保単調、修学章は波長調という発展的調整をとっていることも、第5番と 共通する。しかし音楽的には第5番より多性的処方に基づく重層的多義的展開が一層進んでいる。全体としては調整音楽のうちに踏みとどまってはいるが、部分的に調整は曖昧となり多調や無調の明確な誕生を予感させる。管弦楽の扱いでは管楽器、打楽器の充実は第6番と同様であるが、 前作のハンマーの代わりにギターやマンドリン、テノールホルンなどが使用されている。全曲を通じてホルンが重視されておりよく目立つ。双方的に多彩なことも特徴で音色、響きの工夫が凝らされ、激性よりもむしろ室内学的な配慮が見られる。全楽章を通じての構成としてはベートーベン以来のアンカラ・アキラに至る。 伝統的な進行が見られるものの、その経過にも帰結にも特に明快な必然性が感じられないことから、物語としての読解が難しく、この曲は、構成的に何がある、分裂症的などと批判されてきた。こうした経緯から、第7番は、同じ純気学のための作品でありながら、比較的明快で、親しみやすい、第5番や、 緊密な構成のうちに極めて劇的な音楽が盛り込まれた第6番の影に隠れた存在として、マーラーの公共曲の中でもあまり人気のない作品であった。しかし、1970年代後半から始まったマーラーブーム以降、第7番の再評価の動きも始まり、近年は録音機会にも恵まれ、読解についてもポストモダンとの発想的な親近性や、 メタミュージックとの分類など様々な新しい解釈が生まれている。ナオト作品には第2、第4楽章、夜曲に由来する夜の歌という属称があるが、これは後世の後付けであり、マーラー及び作品には全くの無関係である。演奏時間約80分。スケルツォ楽章を中心とし、その外側に2曲の夜曲、その外側に 両端楽章という対照的配置となっている。このような構成を、マーラーは、好んでおり、公共曲第1番の初期構想が語学章、構成であったほか、公共曲第2番、公共曲第5番、公共曲第10番が語学章構成である。演奏時間は、通常80分前後を要するが、最短のもので69分、最長のもので100分がある。緩やかに、 ロタンチョウ4、4拍子アレグロリゾルートマ、ノントロッポホタンチョウに、2拍子女装付きのソナタ形式。女装は、ロタンチョウ。弦が引きずるような特徴的なリズムを刻む上に、テノールホルンが同じリズムを使った半音階的な主題を示す。特徴的なリズムについては、バロック音楽のフランス風序曲との関連が指摘されている。テノールホルンの主題については、マーラーは、 自然が方向すると述べている。木管が更進局長の主題を出し、四度加工の動機が示されると、テンポを早め、古単調の主部に入る。第一主題は、ホルンとチェロの再奏でによって示され、トライアングルの響きを伴う。四度加工の動機は、助走で示されたもので、自作公共局第八番の冒頭主題と、親近性を持つ。第二主題は、波長長。 バイオリンによる叙情的なもの。助走で出た木管の行進曲が小結美的に現れ、定時部を締めくくる。展開部は長大で、各主導機や助走の主題も扱われる。トランペットのファンファーレが現れると音楽は静まり、やがて第二主題がハープのグリッサンドに導かれて大きく歌われる。ここは全曲でも印象的な部分でワーグナーの ワルキューレ大一幕との関連を指摘されることもある。この主題が最高潮に達したところで急激に落ち込み、助走のリズムが戻るところは、公共曲第6番のモットーを暗示する。続くトロンボーンの独走は、公共曲第3番を思わせるもの。その後次第に力を増し、その頂点で第一主題が再現する。再現部は、より劇的に進行し、 コーダに入ると4度加工の動機が、各楽器で繰り返され、次第に、祝祭的な雰囲気になって、最後は補聴調,調で明るく結ぶ。夜曲アレグロモデラート、アンダンテモルトモデラート波聴調4、4拍子、拡大された3部形式。助走は、ホルンが、呼びかけとその子玉のように掛け合い、盛り上がったところで、公共局第6番のモットーワ音が出る。主部は、 波長長だが、波短長との間を行き来して定まらない。主要主題はホルンによる穏やかな行進曲。低減のカノン風な対戦律と弦の特徴的なリズムが伴っている。第二主題は変異長長、チェロのより活気づいた戦律中間部はへ短長、大ボ意が哀愁を帯びた戦律を出す。この学章は、モットーワ音のほか、カウベルも鳴らされ、 行進局長であることなど、公共局第6番との関連を強く印象づける。カウベルは、初め舞台裏で、その後では、オーケストラの中で鳴らされ、遠近感が示されている。コーダの直前では、木管楽器が鳥のさえずりのようにそうする家電ン風な部分があり、後の公共局第9番第一楽章を思わせる。スケルツォ影のように、流れるように、 しかし早すぎずに二単調三、四拍子三部形式弦による影のような旋律、木管の愛調を帯びたやや俗な旋律が様々に展開される。各楽器の特殊奏法が駆使され、ホルテ記号がここ付けられ、弦を指板に打ち付けるような強い低弦のピッツェカートなど、多彩だが不気味な効果を出す。中間部は二丁調,調、大ボイが明るい主題を出すが、バイオリン独奏がすぐに、 元の雰囲気に戻してしまう。夜局アンダンテアモロウ添え蝶々に四拍子三部景色、第二楽章が夜の更新とすれば、この楽章は純然たるセレナーデである。冒頭、バイオリン独奏がオクターブ上昇し、なだらかに降りてくる音景を奏し、ホルンとクラリネットが柔らかく、主題を出す。この主題は、第一楽章の助奏ボートのリズムに基づいており、 同時に、前作公共曲第6番修学章との関連を示す。ギターやマンドリンが夜曲の雰囲気を演出する。冒頭のブリッジ音景は何度も現れる。中間部は変度ド調チ,チ,チェロとホルンが和やかな旋律を奏する。曲はクラリネットのトリルで閉じられるが、マーラーは楽譜の最後の小説にドイツ語でアースタベンドから派生と イタリア語のモレンドの二つの指示を書き込んでいる。ロンドフィナーレ・アレグロ・オルディナリオ4、4拍手波長長自由な、ロンド形式全体の構造は、ABACABACABACA 第一楽章第一主題回帰 CA、C, A, コーダ・ティンパニが異性の良いリズムを叩き、金管が高温すると、トランペットとホルンが派手な主要主題を高らかに推奏する。 主要主題は変装されながら、学章中に計7回再現される。この主題は、恩恵と調整から、ワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガーとの関連が指摘されている。ホルンによる楽しげなリズムや弦による活気に満ちた計画などが続く。一旦静まると木管が変異蝶々で控えめな副主題を出す。この後、 主要主題に基づくファンファーレをはじめとして様々な素材が展開される。やがて影が刺すような雰囲気になると、第一楽章の第一主題が、ホルン再奏でによって示される。しばらくこれを扱ううちに、第一楽章の第一主題は、単調から長調に転じて、全還元楽で確保される。再び冒頭部分が戻り、音楽は一層縮典的になり、鐘が鳴らされる。 最後にもう一度第一楽章の第一取材を示し、全曲を明るく結ぶ。第七公共曲はマーラーの他の公共曲と比較し、演奏機会が少ない。その理由としては、使用楽器が多く揃えづらいという環境面もあるが、最大の理由として、構成面と音楽自体がはらむ多義性が理解を困難にしていることも考えられる。具体的には以下のような議論があるが、 様々な解釈を語る前に忘れてならないのは、1マーラー自身がこの曲に副題をつけていないことに、2この作品の内的テーマについて何も語っていないこと、3アルママーラーがこの曲について、この公共曲に一貫した表題はないと、回想していることである。第7番は、スケルソ学賞を中心とした対照的な語学賞、構成を持ち、これは、公共曲第5番と同じである。 しかし、両者を比較すると、第5番は曲調や案名の図式が明快であり、これが人気曲になっている理由と考えられる。対して、第7番では夜曲と題された楽章が、第2および第4楽章に配置されているが、第1および第3楽章スケルトも同様に夜の雰囲気がある中、第5楽章に至って突然、昼間盛りに投げ出されるような、 スキーな感じが付きまとっていることから、第7番に関しては、構成上問題があるとの指摘がある。テオドール・アドルノによれば、第7番のフィナーレはイすぎ、マーラーが意図した、歓喜は、空虚なものとなっており、闘争を経て、勝利へという図式が茶番と化しているとする。アドルノは、ここに、公共局形式の終焉を見ており、この歴史的必然において、第7番を、 失敗作であるとしている。また、第7番でマーラーは、公共曲形式そのものをパロディとして用いたという説もある。伝統的公共曲の素材は、第7番では、コラージュの素材であり、その音楽は、メタミュージックとしての性格を持ち、さらにはポストモダンあるいは脱構築との親近性を示しているというものである。この立場からは、マーラーは、第5楽章で、 歓喜を意図しておらず、パロディとして書いたのであって、この曲以降、公共曲のフィナーレらしいフィナーレは書かれなくなったとする。一方で、マーラーが夜曲としたのは、第二楽章と第四楽章のみであって、全曲を夜の歌としたり、第四楽章までが夜で、第五楽章は昼などとするのは誤りとする用語論もある。この立場からは、修楽章が浮いて見えるのは、 構成上の問題というより、解釈や演奏の問題であるということになる。マーラーの公共曲の連続性に着目すると、第7番は公共曲第6番から公共曲第8番へとつなぐ位置づけを持っているとする解釈も存在する。第6番で倒れた英雄の再生、そして第8番の純然たる参加に至るという解釈からすると、 フィナーレ学賞はパロディとは言えない。また前述のように第4学賞のスコアの末尾にアースタベンドと書き込んでいる。この言葉は後の公共曲第9番の修学賞の末尾にあることでよく知られるが、他にも公共曲第2番、公共曲第4番、第一の歌にも見られるものである。この言葉が 中間楽章の終わりに書き込まれているのは他に第4番が該当するが、このことからアースタベンドを境に、音楽は天上界に至ると解釈し、第5楽章を天上の祭典とみなす説もある。小沢誠二は、第5楽章のコーダを、デパートの下りのエスカレーターを子供と駆け上がって、上界にたどり着いた時の浮遊感に例えている。 第7番の第一楽章冒頭の引きずるようなリズムはバロック音楽のフランス風助曲を思わせるが、この助奏がロ・タンチョウであることと JS バッハの還元楽組曲第2番が同じくロ・タンチョウであることは無関係ではないとみられる。第7番の作曲当時、マーラーはバッハ作品を作曲小屋に持ち込んでいったとされる。また、 第7番完成から4年後の1909年11月10日、マーラーはニューヨークフィルハーモニックを指揮して JS バッハの還元楽組曲の編曲版を演奏している。これは還元楽組曲第2番と第3番から5曲を抜粋して次のような4楽章構成としたもので具体的な編曲時期は定かでないもののマーラーがこの曲を手掛けた事実から 自身の公共曲の構成などに影響があったと考えることも可能である。また、修学賞でロンド次第が様々なエピソードを間に挟み、何度も繰り返される形式は、バロック時代のリトルネロ形式や合奏競争曲を意識していたとも考えられる。アレグロオルディナリオという速度表示もバロック時代に見られるもので、古典廃校ではほとんど使われておらず、マーラーが、 古典派以前のバロック時代を念頭に置いていたことを示すという解釈である。注釈出典。ありがとうございます。